こんにちは。前回に引き続きアフターコロニー編ステージ4を攻略していきたいと思います。それではまずはあらすじをどうぞ。宇宙要塞バルジ。オズが宇宙における戦略の拠点として用いた軍事施設である。コロニーをも一撃で破壊可能なビーム砲を備えたその要塞は、反発するコロニー勢力に対する抑止力というべきものであり、オズの力の象徴ともなっていた。ローム・フェラ財団内部に完全平和主義の考えが広がり、財団内での立場が孤立しつつあったデルマン友好は、このバルジを中心に部隊の再編成を行い、再度財団を掌握すべく宇宙へと向かう。一方、オズ宇宙軍総司令ツバロフが主導となり建造している巨大宇宙戦艦リーブラでは、革命を志す者たちがその行動を起こさんとしていた。反オズを掲げる武装市民によって結成された革命組織ホワイトファングである。彼らはコロニー独立の礎となる共闘歩確保のため、強力な兵器を有するリーブラの占拠を画策するのだった。そしてホワイトファングは歴史の表舞台へ立つべく、その求心力となる指導者を擁立する。その指導者の名はミリアルド・ピースクラフト。かつてのゼクス・マーキスが仮面を捨て去り、地球圏に戦いを挑む。バルジ攻防戦。
その宇宙、この2つの存在が対立の図式を生むのだ。私の名はミリアルド・ピースクラフト。宇宙に対立する存在、地球の排除をここに宣言する。宇宙に貴様らは。ここからは編成の確認やっていきます。まずは機体の開発や設計の確認。バクーをラボーに開発しました。連装ビームキャノン装備になって火力は増したが、ビームバリア相手にはほぼ無力。ユニオンフラッグをオーバーフラッグに開発。フラッグ系の最終形態で性能も向上して、近接もビーム系になった。グラハムエーカーを乗せると専用機に、AU イナクトをアグリッサに開発。前にサーシェスが乗っていたデカさの割にいまいちの火力の機体。宇宙には持っていけないのでしばらくお休み。オーバーフラッグとジンクスで GN フラッグを設計。フラッグに疑似太陽炉を搭載した機体で、機銃とサーベルしか持っていない。アグリッサと連合系モビルスーツでゲルズゲイを設計。陽電子リフレクター装備で防御性能は高め。近接はバルカンでしか対応できない。最後に今回の編成の確認。グループ1では今回から G ガンの物資を育ててみようと思います。 G ガン系のガンダムに開発できるので頑張って育てていきたい。グループ2はオーバーフラッグにグラハムを配置して専用機に。しかしそのままでは宇宙適正 C なので、宇宙適正を1段上げて出撃。ストライクはダガー系を進めていなかったので、少しレベルを上げて逆走していきたいと思います。それではユニットを配置してスタートしていきましょう。
今回はホワイトファングのミリアルドと共に、オズのバルジ会を撃破していきます。バルジ会はイベント用の戦艦扱いになっており、範囲に敵がいればしっかり反撃してくる模様。あらすじのバルジ砲発射によって EN が切れていますが、EN は徐々に回復していくので2射目もあり得るのかな？敵のモビルスーツはマップ上下に配置されているので、自分はそのまままっすぐ前進して敵を殲滅していきます。さーて、ちょっとは面白くなるかな？そこだ！させるか！ま、これくらいは当然だな。僕に勝てるわけないだろ、バーカ。撃滅！で、最初のウォーズトリガー条件をバルジ海の撃破と勘違いしてしまい、あんまり撃破できてないうちにミリアルドでバルジ海に攻撃してしまいました。争いをなくすにはこの方法しかないのだ。最初のボーズブレイクでスターンズが後方より出現。このままでは挟み撃ちになってしまうので急いで前進して、まずは安全を確保していきます。敵の先陣トーラスを撃破すると、次はビルゴが控えています。前回のステージで大体の戦い方は分かっているので、近接でとっとと撃破していきます。絶好調だぜ。負ける気がしねえ。いただきだぜ。前方はミリアルドのエピオンと数機だけ残し、後方のティターンズを迎撃していきます。トリガーのマウアーとジェリジャも来ていますので、誤って撃破しないように気をつけていきたいですね。落ちろ。なんという威力だ。刮目させてもらおう、君の力を。遅いな。このやられてたまるか。捕捉した。当たらんよ。いい動きだ。だがまだまだ甘い。そんなことでは私を倒すことはできなくてよ。甘いわね。
この距離ならちょろちょろと目障り。捕まえたよ。ああ、いい加減に元気滅。死にたいの？しまった、当てられたというの。バルジ会はそろそろ撃破できそうなので、エピオンで一刀両断にしてやりましょう。ここまでだ。邪魔はさせん。私は全てを正してみせる。撃破したので、前方で戦っていたマスターユニットを後方に移動させて、トリガーの二人を撃破していきましょう。雑魚ばっかってのも面白くねえけどな。捕まえたぜ。なんだと、そんな。ま、到着まで少し時間がかかるので、撃破しない程度に痛めつけておくとしますか。飛び分のエクターンなら大ダメージにはならないはず。こいつ落としていいんだよね。戦果を上げればこっちのもんだ。邪魔なんだよ。落ちろ。もらった。ダメだよ。これは綺麗なんだぜ。マスターのロランが到着。早速撃破にかかりましょう。倒します。覚悟してもらう。来ますよ。下がれ。捕らえた。もう容赦はしないわよ。もらった。まだいけるはず。敵の連携攻撃はとりあえず防御でやり過ごします。結構危なかったかも。ここで事故るわけにはいかないので、ロランに代わって一応現場に向かわせておいたエピオンで仕留めていきます。争いの歴史に終止符を打つ。この私の手でな。邪魔をしないで。出ろ。まだ私は。争いの歴史に終止符を打つ。この私の手でな。どこからでも来い。邪魔はさせん。私が全てを正してみせる。くそ、どうして勝てないんだ。
のウォーズブレイクでチームトリニティが変なの連れてきましたね。あれはガンダムアクエリアスで G ジェネオリジナルの機体となっています。普通はオズ系のマシンガンやドーバーガンを装備。特徴的なのはアンチモビルドールイルスというマック兵器。モビルドールを行動不能にできるようなのですが、今作は自分でモビルドールを所持できないので特に意味のない武装ですね。となるとただの武装の弱いガンダムって感じです。てめえに刻んでやるぜ、戦争屋の戦い方をよ。こいつで終わりだ。処理した。動きが見えんだよ。チームトリニティの攻撃には適度に反撃していきます。させるか。こいつら、そこだ。逃がしはしない。ここで仕留めさせてもらう。独自の判断で行動させてもらう。仕方がないな。仕留めさせてもらう。終わった。消し止め。させるか。こいつら、そこだ。行け。作戦の変更が必要か。楽しませてよね。刮目させてもらおう、君の力を。いっけー。当たらんよ。手合わせ願おう。ここまでだ。ああもう、私弱いやつ嫌い。今度はこちらから攻撃していきましょう。今回のステージは3人撃破しないといけないみたいなので、機械順にどんどん撃破していこう。争いを生む者を倒すために俺は戦う。問題ない。武力介入を続行する。全てが手遅れにならないようにできることをやるんだ。聞いてくれ。そんな腕じゃ僕は倒せない。仕方がないな。仕留めさせてもらう。そこだ。ま、これくらいは当然だな。絶好調だぜ。負ける気がしねえ。ぶっ放すぜ。
刻んでやるぜ。戦争屋の戦い方をよ。少しは楽しませてよね。こいつで終わりだ。さあさあ、よくもやったわね。いっけー。ちっ、攻撃がいまいちなんだよ。絶好調だぜ。負ける気がしねえ。ちょっと何よ。いただきだぜ。なんなの。集中攻撃をかける。やってやんよ。行くぞ。終わった。消し止め。行けよファイング。こいつら、そこだ。行け。なに、信じられん。絶好調だぜ。負ける気がしねえ。我々の邪魔をするか。バカだ。我々はマイスターは絶好調だぜ。負ける気がしねえ。ビビってんじゃねえよ。いただきだぜ。うわチームトリニティを全滅させたので、今度は残ったスターンズを撃破していきます。と入っても、あとは戦艦とその搭載機なので、ささっと撃破していくよ。ちょろちょろと目障り。終わり。機関停止。沈みます。おのれおのれおのれ。ということで、最後の戦艦を落としてステージクリアとなります。ここからはリザルト画面になります。バルジ海の交戦タイミングをもう少し遅らせれば、もっと余裕のある戦いができたと思います。最初に一応突っ込ませちゃダメですね。今回はここで終わりたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。